はい、はい、皆さんこんにちは、ということで、始まりました。何回かも忘れちゃったんですけれども、コラボ公演、始めたいと思います。今日はですね、今日もなんですけれども、新ピカ放送局のピカと関東公演家山田和弘先生とのコラボ公演でございます。相変わらず葵くんがめちゃ元気。最近葵くんがすごくなんか言葉の発達がすごく良くて、もうすごいなんか語彙力が高くなってるんですよね。ですから、まあ彼今後のそのもっと言葉が発達して、まあ10代20代ってやってる時にも彼絶対ビッグになるだろうなと僕は思ってます。で、まあ雨の中、まあ、なんとか私来れたんですけど、今日なんか当女性がなんか事故ってて病院行けませんでした。今日は残念ながら。マジっすか。今日は病院行けませんでした。なんでまあしょうがないんで、まああのゲーセンでとりあえずちょっと時間をちょっと気分転換してから来ました。今日はあの、まあ、最初に山田先生からなんですけど、今日はなんか、ラブリーの考え方、ラブリーの考え方が、最初で30分ぐらいで、私の講演は常識と固定観念をごっちゃにしていませんがという題目でちょっと話をしていきたいと思います。で、一応これは、まあ、あの生神秘化放送局のライブ配信なので一応宣伝させていただきたいと思うんですけども、我がホームベースである川越市林業法人会が来週からウモニングセミナーが再開するということなので、また行っていきたいと思います。その感想とかは、まあ、ちょっとまあ、倫理法人会の、会員の心得ではちょっとできないんですけれども、まあ、あのそれで気づいたことについてはなんかちょっとそこら辺をなんかちょこちょこちょこってこうなんか言っていきたいと思います。あ、いいっすね。で、本日ちょっと動画上げました。あのサブチャンネルで、同じく、まあ、忖度を捨てなければ、まあ、忖度を、捨てる気持ちが必要な理由について、3つ、私あの動画で撮りましたので、またそちらもサブチャンネルの動画見ていただければと思います。それぐらいかな。まあ他に気づいたことは、あ、これちょっと余談なんですけど、昨日ですね、なんかある配信者さんのところに行ったんですけれども、その配信者さんがちょっと寝てしまったわけなんですよ。ベロベロに酔っ払っちゃって、で海外の方が来られてたんですけれども、で海外の方と、まあ、英文でいろいろやり取りしていて、まああの、あ、それいいねいいねとか言っていたら、ツイッターでフォローしてしませんかと言われて、お友達になりませんかと言われて、チャンネル登録まであのしてくださったっていう方もいらっしゃいました。本当にあの、まあ、倫理を学ぶことによって、まあ、その人の、まあ、意見だとか気持ちを受け入れたいですとか、あと、まあ、自己肯定力を高めることによって相手にも肯定してあげるっていうことをやっていくと、まあ、おのずと、まあ、その仲間が増えていくのかなっていう、まあ、日本人だけですよ、否定的な言葉になってしまうのは。海外はそんなことほぼほぼありえないんで、まあ、今後も、まあ、自己肯定力を高めていきながらこの講演会っていうのを続けていきたいと思います。では早速ではございますけれども、山田和弘先生の講演に移りたいと思います。私はその間カメラマンとコメントを返信していきたいと思いますので、別垢で、コメントをちょこちょこちょこって、配信で、やりますので、よろしくお願い申し上げます。それでは山田先生お願いいたします。はい、あ、ピカ先生も僕映ってる、大丈夫かな。映ってます、大丈夫です。 OK、 愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演会、山田和弘です。せーの、いいね、はい、ラブリーって呼んでね、 I love me。 はいはい、はい、今日はもう奥さんと葵くんにこういつも見ていただいてるんですけどもね、本当にありがたいと思ってます。巷ではアンジャッシュ渡部健の話がちょっとホットなのかなみたいな、まあ、はっきり言って暇なんすよ、暇だからそういうのがワイドショー的なの、見て自分の大切な時間が奪われてるなって。でもまあ見たら見たらでね、まあ面白いのは面白いんで、うん、それはそれで僕はあの自分の息抜きっていうかガス抜きっていうか、まあそういうのもまあ楽しいですからね、まあまあまあ人それぞれなんで、はい、
今日ラブリーの考え方について、いろいろお話しさせていただきます。本当にこの講演を聞いていただいた方は聞き始めと終わった後では生き方が完璧に変わります。なんでかっていうと、僕いつも不幸だなって思ってた、いつも不幸だなって。でも今は常に幸せ。不幸のなり方教えて、わからないみたいな。本当に今本当に真面目に常に瞬間瞬間幸せでいて、こういう風に聞くと今後生きていきやすいよ、本当に幸せにしかなれないよみたいな、このラブリーの考え方を今いろいろお話しさせていただきます。また今ボランティア活動させていただいてるんですけど、たくさんの場所で その中での話をまたいろいろお話しさせていただきますと、幸せって何なのかなみたいな、幸せってもう本当この漠然としてて何なのかなって、ああ奥さんがいる、いくちゃんがいる幸せだな、葵君がいる幸せだな、ピカ先生と講演させていただいてる、コラボ講演させていただいてる幸せだなって、うん、ちょっ、ま、幸せっていうとまあ大体まあなんとなくふんわりが幸せって意味わかると思うんですけど、もうこれ喜びね、喜び、幸せって、おお、いくちゃんがいる、葵くんがいる、ピカ先生がいる、毎日ボランティア活動がいる、幸せよりも喜びの方が伝わりやすいかなと思って、僕は本当いつも常に喜んでます。それで、まあ、考え方として一番大事なこと、人間の体って、まあ、ラビーね、まあ、全員みんなそうなんですけど、心と体がくっついた状態なんですよね。心と体があってくっついたのが自分、うん、両方とも超大事、両方とも超大事で、例えば、うん、食べ物を自分でいいものを食べてみる、そうすると心も元気になるでしょ。そうなんですよ。で、心でよし、自分はやれるぞ、自分は何でもできるぞって思ってると、勝手に体が動き出したり、勇気をもらう、自分でこう勇気がある状態、元気な状態だとすごい動けるでしょ。ああ、俺ダメだよっつって、何なんだよって、心が下がってたら体も下がっちゃう、もうくっついてるからね。で、まあ、ピカ先生に言われた言葉で思って、本当に自分に風邪ひくぞ風邪ひくぞって言うと風邪ひいちゃうみたいな、はい、本当に僕そうだなって、最初それってあれそんなの関係なくねって昔の僕だったら思ったかもしれないです。でも本当にそう、言葉で言ったことが必ず現実になっちゃうから、本当に今そういうふうに思ってます。それで、僕すごく大事なこと、まあ、順番がすごく大事なんですけども、うん、何が一番大事かっていうと、まずこの心、ちょっとちっちゃいけど、心と考え、思考、出発点ね、自分の心が整ってる人は次にいいことしか言わない。ここの出発の時点でネガティブの感情とか、例えばもうすっごいなん、人の悪口ばっか思っちゃう、考えてる人はもう言葉で悪口、ネガティブなことしか言わない。ネガティブなことをしか言わない人はやっぱ行動がやっぱね鈍いし、やる気もあんま感じられない。逆ね、プラスなことを言ってる人は本当にどん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 、やっぱ動きもちょっと早いし、本当になんかこうやる気に満ち溢れてる、うん、そうすると次に行動、次に習慣、習慣はルーティーンね、必ず考えなくてもやっちゃってる状態、考えなくてもやっちゃってる状態、それをがたくさん多ければいい、多ければ多いほどいいわけ。例えば朝起きて、まあ僕はトイレ行って歯磨いて顔洗うのがルーティーンなんですよ。そうなんですけど、いっぱい足せていけるってこと、習慣は。朝起きて、ああ俺今日も生きてるよ、呼吸できてる、嬉しいな、幸せだよ、生きてるよって、もう大興奮してますよ、喜んでますよ。で、
奥さんの寝顔を見て、葵くんの寝顔を見て、あー一緒に入れてくれ、一緒にいるよって、三人で仲良く暮らしてるよ、幸せだなって思ってます。うん、もう口に出しちゃってる時もあるんですけど、そこでもう必ずもう感じてます。そしてもう喜んでます、幸せだなって。で、トイレ、ただトイレするだけじゃなくて、必ず僕朝起きたらトイレ掃除してます。トイレ掃除、あートイレの神様ありがとう、僕のすべてを受け止めてくれて本当にありがとうって。そうするとね、なんかじんわり目から涙が溢れてくるっていうか、本当にこう感謝して。ただ理論的に言ったら、じゃあ一番心が整っている人ってトイレ掃除のおばちゃんとかおじさんになっちゃう。そう、仕事でやってるから。でも仕事で魂込めてやることが大事、何でも。そこで魂がこもってるからこうグッときたりするわけ。そして歯を磨いて、鴨柱、僕大好き、僕の人生変えてくれた鴨柱石人先生は笑顔歯磨き推奨してるんですけども、あの僕ね、笑顔歯磨きするのね、もうほんと歯磨き粉で口まみれになっちゃう、飛んじゃうから笑顔歯磨きやってません。まあまあもう真顔か普通の顔でやってるんでしょうね。だけど歯磨き終わったら鏡の前で、よしよしやるぞ、今日もできる、俺は何でもできるみたいな、こう手をね上に上げて、こう結構こう作り笑顔で、すごく、ガッツポーズしてますね。はい、そうするとやっぱり、ね、元気出てくるんですよ。あ、うん、そでもう朝の時点でかなり僕テンションかなり上げてってます。でもう高い、もう上げてく、下げないよ、ずっと上げて輝きながら眠りにつくみたい、明日に備えるみたい、うん、たくさんこういう習慣があると僕本当にいいと思います。あ、そうだ、あとね、靴並べたりとかはかなり意識してますね。あとゴミ拾い、缶やペットボトル、缶やペットボトル僕かなり拾ってるんで、やっぱ葵くんも最近見習ってゴミ拾いはかなり、葵くんも、葵くんにやってとか言わないですけど、やっぱ親の背中見るもんだなと思って、すごくありがたいと思ってますね。そして、習慣が変わると性格、まあいい人はいい性格になるよね、悪い人は悪い性格になるよね。そして性格が変わると運命、人生が変わる、うん、例えばラッキーな運命、ラッキーな人っているでしょ、ラッキーな人、あ、俺昔こういうふうに教わったんですよ、幸せの数は全員一緒だよって、ラッキーは全員一緒だよって僕教わったんですよ。あ、そうか、俺今は不幸だけどそのうち幸せが来るんだ、みんな幸せになってくんだよね、今は不幸だけどそのうち幸せになるんだって思いながら自分の体は消えてきますよ、そのままお亡くなりになっちゃうってこと。幸せだな、平等じゃないわけ、本気で幸せを探してる人、幸せを感じちゃう人、ラッキーを感じちゃう人はたくさんある、一日何百個ってあるよ。だけどそうじゃない人、いつ来んのかな、いつ来んのかな、ぼーっとしてたらそのまま終わっちゃうって、自分で掴み取るんですよ。幸せの神様はこういう風に言われてますよね、前髪しかないよって、構えてんだよ自分たちって。だからチャンスが来たらパッて捕まえられるわけ、前髪しかないんだよ、自分はいつも構えてるから来たらパッて捕まえられる、前髪、ラッキーの神様。でもぼーっとしてたらずっと言って、後頭部には髪の毛ないから捕まえられない、なんもぼーっとしてちゃいけないわけ。本当に僕たちはもう幸せは平等じゃない、ラッキーは平等じゃないよ、自分で掴み取るんだよ、うん、それは僕すごく意識して大事だなと思って、だからいつもこう構えてるだけじゃないですけど、勝手に幸せになってくるんだけど、なんていうか準備はしてる、いつでも掴み取れますよって、ぼーっとはしないってこと、そういうのは僕すごい大事。もうそういう人がもう 100%、 100%、 うん、 100% ですね。もう超幸せな人生、ハッピーなことしか起きない運命に僕はなっていくと思います。うん、ちょっとこうね、もう読み人知らずっていうか、もう結構有名な、言い換えるだけで言葉が運命や人生とか、ここは心考え、あと思考ね、考え方みたいなね、思考
とかになるんですけど、マザーテルサとか、イギリスのサッチャー首相とか、なんか本当に偉い人ってこういうの気づくんだよね。でこれ長いからどこだけフォーカスしていけばいいかっていうと、こう習慣が変わればこう人生が変わるよって、そういうふうに覚えていけばいいです。習慣が変われば人生が変わる。だからこれいいなって思った習慣は足していく。そして習慣ってね、こう身につきにくいんですよ。やっぱ嫌なことや、なんか習慣、この習慣やると良くなるよ良くなるよってなっても三日坊主にもなっちゃうし、1日目で終わっちゃうかもしれないでしょ。だからね、習慣をね足していくといいって言われてるんですよ。だってトイレ1日何回も行くでしょ。そしたらトイレ掃除しようみたいな、朝と夜トイレ掃除しようみたいな、で必ず、あ、蓋も閉めるのをやってますね。蓋僕全然閉めなかったんですけど、閉めると運気が逃げないよって言って閉めるようにする。でも本当はいっぱいいろんな意味があるんですよ。節約にもなってるので、はい、本当だから蓋は閉めるみたいな、歯磨きしたら、終わったらガッツポーズするみたいな、こう習慣にね、こう習慣を足していくっていうのもすごく大事なことだと思ってます。はい、僕ね、いろんなことをこうラブリーの考え方なんでいろいろ考えてますね。はい、深呼吸、僕朝食べないんですよ、ご飯。え、朝ご飯食べないです。なんていうんですかね、朝は一応な、排泄の、食べても食べなくてもいいんですけど、僕は排泄の時間っていうこと、あとダイエットもあります。もう90キロ超えてそろそろ100いくんじゃないかなっていうことで、ちょっとダイエットも兼ねてやってまして、うん、朝は食べない。仕事から帰ってきて、まあ大体12時1時ぐらいに軽く食べて、晩ご飯も軽く食べるみたいな。晩ご飯は、まあ、お酒飲んでるんで、まあ、晩酌してるんで、まあまあおつまみはつまんでますよって、ちょいとねつまんでますけど、この前夜もご飯あんま食べなかったんですよ。昼ご飯だけ食べて、夜もほとんどあんま食べなかったんですよ。で朝は食べないっていう習慣だから食べない。そしたらね、やっぱボランティア活動中すっごいお腹がすくわけで、イライラするわけ。あー、これなんか魔が差してるなみたいな、これいつもの俺と違うなって思ったんですよ。うん、でもこういう風な時の回避の仕方が僕知ってました。深呼吸、周囲散漫になってるからお腹すいたとか思うわけ。深呼吸、本当に呼吸に集中する。吸って吐いて、吸って吐いてで、やりながらだよ。もちろん手も動いてるんですよ。野菜の袋詰めしたりとか、お店に並べたりとかしてるんですけど、本当にその集中する、呼吸に集中して、仕事にも集中して、そうすると本当にお腹空いてるイライラとかなくなる。これでも実際に本当にやったから分かったんですけど、みんなが瞑想とか深呼吸いいよって言われてもやっぱやんないわけよ。だから理論はしてたんだけど、あ、これ俺お腹空いて超イライラしてる、なんかムカつくなみたいな状態になってるわけ。だから深呼吸したら、あ、整ったーみたいな、いいえ、いいねみたいな、あ、深呼吸やっぱりいいなみたいな、やっぱなんか心がモヤモヤした時は深呼吸めっちゃいいなと思いました。そしてあと、やっぱ結婚式って書いてありますね。やっぱ僕ね、幸せって言ってますけど、もう本当幸せなんですけど、超ネガティブ思考、本当にぼーっとしてる時ね、過去の嫌なこととか今後の未来のこととかすごく嫌なことを考えちゃう。で頭の中で昔嫌なことされたこと、いじめられた時の人のことを僕が今いじめ返してるみたいな、頭の中で、うん、職場の人にで嫌な上司がいたら嫌な上司のことを責めてる時があるわけだけど、僕ね、カウンター入れるようにしてるんです。昔いじめられてた人、ああそうですか、今は幸せですよって、嫌な上司がいたらね、あ、その上司、あ、今はもっと輝いてるんでしょうね、幸せですよっつって、うん、勝手にそう思ってる、うん、それでも
モヤモヤしてる時は最高の状態、僕がもう調子はハッピーな幸せな状態、結婚式ね、ゆきちゃんと結婚式挙げさせていただいたこと、ああみんなに祝福されて幸せだったよなーって、うん、本当に人生で一番輝いてる時だよなーって、うん、そういうふうに思う習慣が僕はあります。そうするともう勝手に幸せになっちゃうから、うん、そして次に砂時計、うん、みんな時間の流れって1秒1日350同じだね、同じ、うん、ちょっとこのさっきの前に、戻ります。職場で嫌なことされて、いじめ、僕がいじめられたとしますよね。職場で僕がいじめられた、理不尽なことされた、うん、で僕は家に帰って、なんだよあの上司よ、全然分かってねえよってぐちぐち言ってるとする。でその上司は例えばキャバクラとか行った、ガールズバーとかどこでもいいですけど、銀座でもいいですけど、飲み遊んでるとする。時間は1秒1秒みんな同じ時間流れてるんですよ。いいですか。僕はその上司の嫌な上司のことで頭がいっぱいになってる、砂時計でずっと時が流れてるんですよ。上司のことで、上司のことを考えながら時間が過ぎ去ってるんですよ。上司はどうなってますか。楽しんでますよね。女性とウハウハしてますよね。はい、誰が幸せ、どっちが幸せ。そうなんですよ、上司の方がまだ幸せだよね。もう悪口まんま言ってますけど、今その状態幸せじゃん。自分は家に帰ってもう塞ぎ込んでる状態じゃん。ふざけんなよっつって、そう、そういう風に考えるともうネガティブになってる時間がもったいない。パッパッと脳を切り替えて、うん、あ、怒ってくるね、上司に怒られたら何かの理由があるのかなみたいな、そういう風に考えてみたり、自分のせいだなって、じゃあここを改善してみよう、明日からこうやってみよう、そう、こういう風にしたら怒られないのかなみたいな、もしかも聞いちゃう、そういう風に言われるんですけども、僕のどういう点を直したらいいんですかって、うん、僕は上司のために、会社のために頑張りたいんですよって、もう不適切れてないんで、そういう風に聞いた方が僕生産性がめっちゃ高いと思ってます。すぐ人のせいにしちゃう、うん、僕もそうでしたよ。人のせいにすると楽だからね、自分は変わんなくていい。上司が、恩はよく何でも分かってくれる上司であれば僕は怒られないですからね。あ、全然頑固な口の悪い上司だな、損したな、自分は変わらなくて、上司が変われば僕が幸せになるんだから。いつ上司変わんの、いつ上司変わんの、分かんないじゃん、分かんないじゃん。会社変わればまあ変わるかもしれないけどね、いいんだよ、自分が変わっちゃえばいいんだよ。そうすると上司は変わらなくて済むから、人は変えられない、自分が変わる。そうすればもう本当幸せ、喜び、大興奮してる状態になります。はい、ここまでで一旦ラブリーの考え方、ここまでで一旦終わります。イエーイ、せーの、いいね、うん、あ、ありがとうございます。じゃあなんか一言ずついただいてもよろしいでしょうか。レクエスさんの方から。はい、おっぱいか、いいタイミングだね。手に出さないでよ、つけよつけよ、出さないでよって、その怒ったらダメだよ。はいはい、いいよ、見たかったね、うん、見てないんだけど、ついてないとやっぱ嫌な気持ちになっちゃう。おっぱい、じゃあピカ先生、おっぱいになっちゃう、やっぱり、はい、人のせいにしたらダメですね。そうですね。人のせいにして自分で変わるのが一番いいかな、いいと本当に常々思います。で、まあ僕もその過去に、まあ、中学、まあ今ちょっとその今先ほどアレックスさんという方、アレックスラデラジーさんから、はいはい、まあコメント、まあこれちょっと僕の動画でのちょっとコメントだったんですけど、はい、まあまあ要は今はまあその昔からその障害が発達障害抱えてて、まあ、それは誰のせいかって言ったら、まあ人のせいにできないんで、まあ自分のせいだと思ってるんですけど、昔はもう全然
まあ学校が悪いとか親が悪いとかっていうのをいろいろ考えてたわけなんですけれども、じゃあまあそんな昔のことをぐちゃ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 言ったって仕方ないですから、変わらないですから、じゃあ今未来をじゃあどういうふうにやっていけばいいかっていったら、自分さえ変われば未来が上行くこともできますし下行くこともできるじゃないですか。だから僕はまああのまあ公演これ初めてまあ半年ぐらい経つのかな、まあそうですね、まあ、まあ半年もうちょっとぐらいか、10月ぐらいにエヴァの学校に来て、多分その翌月ぐらいから確かコラボ公演やらせてもらってるとは思うんですけども、まあいろいろまあ人気法人会で学んだのもあって、まあおかげでまあその自己肯定力がだんだん増えてきてはいるんですけども、まあでもまあ会社っていう会社もそうやし、そのまあそのグループっていうのはやはり難しいじゃないですか。その相手を変えるっていうのは、もともとそのなんか決まっている状態であれば、まあそれがまあ逆に言ったらまあそのまあ執着心とか固定観念になってしまうっていうのもあるだと思うと思うんですけど、だそれをまあひっくり返そうと思ったら、まあ自分がこう自分からこう変えろ変えろって言ってもやっぱり変わらなくて、やっぱり組織ですから会社っていうのは、そうですね、会社は組織ですからなかなか変わることができないんで、やったらまああの自分が変えるしかないで、ただ自分が変えることができない環境であれば、それはもう環境を変えるしか他ならないと思うんですよね。そうですね、それがまあ自分を変える一つの手段ではあるんで、そうですね、まあ、それをまあ今回聞いてやはり再確認できたなって自分では思っています。はい、ありがとうございました。せーの、いいね、あすか先生、ありがとうございました。おっしゃる通りだと思います。もうどうしようもない時はもうほんと環境を変え、もう離れてって全然そこにいることが不幸になっちゃうだったらね、はい、そこに執着する必要ないと思います。はい、次の話題に行かさせていただきます。はい、ボランティア活動をしていて気づいたこと。はい、僕たくさんのこうボランティア活動させていただいてるんですけど、やっぱねその場所での人々がやっぱいろんなところにやってもね、あの意識がやっぱ違うなって、うん、やっぱ悪口が多いボランティア活動の場所であったり、悪口がほとんどないっていうかない活動の場所もあるって、うん、その悪口が多いところって誰のせいかなって、やっぱ自分のせいなんですよね。本当に自分のに影響力がもっとあったらとか、そのボランティア活動その立ち上げの時からいたらね、絶対そういう風にはならなかったんですけど、まあもうそういうすでにそうなっている、とても僕にとってというか居心地が悪いような悪口が多い批判や否定が多い場所、そこに僕はずっとそのボランティア活動って本当に無償ですから基本的に、そういうところで無理している必要はないなみたいなのは僕すごく思っていて、だけどまあ お手伝いできるところは積極的にいかないですけど、まあやろうみたいな、そういうふうに僕は今考えて、活動しています。本当に嫌だったらボランティア活動しない方がいいんですよ。好きでやるだからボランティアって本当に魂が磨かれる場所、自分の成長できる場所だと僕は思ってますんで、はい、そういうのを僕最近こう感じてますね。もういろんな場所がある、何箇所も何箇所も僕やらさせていただいたんですけども、いろんな場所があるなあるなって、うん、すごく考える時があります。はい、そして次に、ボランティア活動をしている方、僕障害者の方と今お付き合い、仕事というかボランティア活動一緒にしている時があるんですけども、あの僕ねめっちゃやっぱ褒めるわけ、もう1分に1回は褒めてんじゃないかぐらい、うるさいよぐらい、ほんと一緒にこう野菜の袋詰めとかしたりしてる時とかも、あれ昨日より野菜の袋詰め人参入れるのうまくなったねみたいな、おおすごいね、あれ10分前より動き早くなったねみたいな、あれ背高いねみたいな、姿勢いいねみたいな、うん、笑顔輝いてるよとか、あとは動き早いねっつって、あと、品出しした時、人参を品出しした時に、あこの人参今日全部売れちゃうよ
ね、君とは言わないんで、その名前を言った時に、君あなたが人参を並べたからこの人参は今日全部売り切れちゃうぐらい輝いてるよみたいな、ずーっと僕褒めてます。周りの人たち笑ってますけど、そんなの関係ないよっつって僕はずっと褒めて、うん、その人の気持ちがどん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 上がっていくように、うん、でやっぱ してはならないこと、例えば雑に詰めてしまったりとか、うん、例えば、向きが違うとかね、上と下が違うみたいな、インゲンにも上と下があるわけ、ちょっと分かりづらいんですけどね、インゲン。そういう時があったら丁寧に説明する。でも見本とか作るんですよ。見本とか作ってもやっぱ見本通りいかない時なんかやっぱあるじゃないですか。そういう時はそうか、頑張って詰めてくれたねって、でも見本はこうなってるから、じゃあ次からこういう風にやろっかみたいな、何回間違ってもいいんだよって、何回間違ってもいい、丁寧に。そういうミスったら見本の通りこういう風にやろうねみたいな、うん、それできないのは僕の責任だから、部下ができないのは上司の責任、説明の仕方が悪いから、僕はそう思って毎日毎日その人と接してます。その人が暗い、僕が、説明してる時暗い表情になったら、もっと面白く言えるように した方がいいんだろうなみたいな、もっと丁寧に説明が足りないから、丁寧に説明しなかったら上手に作れなかったんだろうなって、いつもそれだけしか考えてないです本当に、うん、で今障害のある方って言ったんですけども、あのと初めて一緒にお仕事させていただいた時に、障害者って僕分かんなかったんですよ、全然分かんなくて、普通の人健常者だと思ってたんです。で次の日に、先輩のスタッフから障害があるんですよっつってで言われて、あ、そうなんだ、僕は全然分かんなかったです、障害があるのが。それは僕もしかしたら気づいてたの、もしかしたらっていう気持ちありましたよ。例えばエプロンがつけられないとか、例えば人との距離感がちょっと分かんないですよ、すごい近い、あの好きなキスするちょっと手前ぐらいまでこうすごい近づいてくるんですよね。そういうので多分分かんないから、もしかしたらそうなのかなって思うけど、そういうのが分かんない状態で自分でジャッジしないともう決めてるから、普段そういうふうに生きてるから同じと思ってるんですよ、障害のある方もない方も同じって生きてるから、そういうふうに僕思ったんでしょうね。後々聞いたら、あ、そうだったんですねって、そうですかって、でも僕のは何も変わりませんよって、障害のある方でも丁寧に説明しますし、健常者の方でも丁寧に説明します、何も変わらない、うん、あ、俺すげえいいとこまでこう自分の考えてたどり着いてんなって改めて思いましたね、うん、そこで、この障害のある方のお父さんとちょっと話したんで、たまたまちょっとだけねお話しする機会があって、すごかったんですよって、野菜の袋詰めこんなに綺麗にできたんですよって、棚もこんなに並べたんですよつって、いえいえ、そのお父さんがね、いえいえそんなことないですよ、もう全然できてないんですよみたいな、大したことないんですよつって、そうですかって、うん、そうでしたねって、うん、わかりました、うん、そういうお父さんもいるでしょう、いいです、別にそういうお父さんがいても僕は応援するから、それはもうそういう過程もあっていいから、僕はとにかく応援するって決めてるから、はい、本当に僕こう応援しても否定されちゃう、あ、でもね、この障害のある方かっこいいねって言うと、ありがとうございますって言うわけ、背高いね、背筋ピンと伸びてるね、ありがとうございますって絶対否定しないんだよね。お父さんと息子全然違う考え方が、そっか、あ、そうなんだ、お父さんに言うと否定的に言われちゃうけど、息子さんが褒めたらありがとうございます、そうですねって言ってくれるんだよね。あ、これもまた面白いなと思って、あ、また一個面白いことがあって、この方と絵とは一緒、ピカさんとの絵とは一緒、そうですね、ウサギ、ウサギで、この人もウサギなのだ、12年、じゃあ12年、そうそう、だから2週1かな、今年1か2?1だと思うかな、あ、1だな、ピカさんが33、45、57です、多分、
57誰ですか。え、山田先生の次と一緒。ああ、そう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 。あ、なんかピカ先生とこの方に、市内にウサギで繋がってるな、超ハッピーみたいな。そうそうそう、なんかまあ、まあ、ボランティア活動してると、まあ、こんないろいろ楽しいことも、楽しいっていうか、学びしかないな、みたいな。本当幸せ、喜んでます。はい。ちょっと最後の方に行きましたから、もうボランティア活動の話終わること、バナナの房の話していきたいと思います。バナナの房って、バナナの木にどういう風についてるか分かります？ええー、なっちゃうんすよ。ええー、なっちゃうんすよ。あの、バナナがこうなってんだけど、バナナがなってんだけど、こっちが表、こっちが裏、こっちが下、こっちが上、もう、考えて生きてきてなかったんですよ。だから、ボランティア活動して、ボランティアの上司に、バナナの房をね、こういう風になってるから、こういう風にシールを貼ってください。木についてる、見た通りにシールを貼る。ちょっと分かりづらい。ほんとね、バナナの木がこうあるとするじゃないですか。これ木ね、こうなってんすよ、バナナって。こう。これがいっぱいくっついてんの。向くとこここね、向くとこここで、こうなってんすよ、外向きに。俺、反対だと思ってたんですよ。外向きなんだけど、内向き、このここの尻尾のところが内側にあると思ってたんですよ。写真見たら、あーすごいなーって思って、思っていることと反対だと思って、やっぱ知らないこと、やっぱ超い自分の人生の中で、このバナナ一つの、表と裏、上下天地の違い、そこに僕ね、知れたって幸せだなって、すーげー大興奮したんですよ。もうなんかちょっと目がうるうるして、あ、目から鱗ですよ、そう、俺はそんなこと知らないで生きてきてました、でもこれ知ってるだけでは本当喜びですよね、みたいな。でも昔の僕だったら、ああそうですか、ごめんなさい、ちゃんとなんだシール貼り付けますね、勉強不足でごめんなさいって多分言ったと思います。だけどもうそんなこと関係ない、教えてくれたから、教えてくれてありがとうございます。うん、もうこの方に、僕の上司に教えてくれなかったら、一生バナナが木にどういう風についている子なのか考えないで生きていったとかも、そのままお隠れになったとかも、あ、すごいありがたいなと思って、そこでね、僕ね、繋がってることがあって、うん、思ったことがあって、親孝行って何なのかなと思ったんです。親孝行は親のために子供は生きるみたいな、親の言われた通りにそういうふうに考えて生きていくことって僕思ってたわけだけど、それでもいいよっていう人はいてもいいと思いますよ、全然そこの考え方でも。だけど考え方が違うからやっぱ嫌な気持ちになっちゃうんですよね。だって僕、お父さんとお母さんじゃないから、僕の気持ちは自分だから。だけどお父さんお母さんの言われた通りにしなければならないって生きていくと、こう軸が全然違うから、やっぱ、あ、僕ってお父さんとお母さんの言われた通りに生きていけない、言われた通りに行動できないって言って、自己肯定力が下がって、だんだん自分の生きてる価値とかどんどん下がる、で自分のこと否定し始める、で心の病になりやすいのかも。僕もそういう面でちょっとネガティブな部分がかなりありました。だけどバナナの房のついてる表だと、もう真反対でいいわけ、真反対だったのよ僕はね。僕は親のために生きる、親の言われた通りに生きていくことじゃなかったの。僕自身が幸せで生きていくことが親孝行だなんだなって、本当そういうことなんですよ。僕が輝いてるのを見てお父さんお母さんは幸せなんですよ。僕はそういう風に思って今生きてます。勝手に決めてたのかも、ああしなさいこうしなさいって親に言われてても、自分が勝手にそうしなきゃって思ってたのかも。でも反対にしてもいいんだよ、自分が好きなように生きていけばいいんだよ。そうすれば絶対お父さんお母さんも幸せだって言ってくれるよ。でも真剣にそう思ってます。
真剣にそう思ってます。このバナナのさを見た時に、あ、この話が本当につながってきてるなと思って、うん、何が正解なのか、表と裏、上と下、もうよく分かんないよ。自分で見つけていけばいいよ。これももう事実だからさ、バナナのさこうくっついてますって事実なんだけど、考えることの真実なんかどんどんもう上も下もね、どんどん変わってていい。左右もどんどん入れ替わっていいよ。自分が好きなように生きていけばいいよ。本当に僕はそういう風に生きてます。はい、バナナのさ、なんかちょっと心に認めておいてくれたらありがたいです。そして最後にこう358って、やはりこれラッキーナンバーだそうです。うん、全然なんかうちの奥さんが358ってよく言ってて、358見たらありがたいねみたいな、手合わせよう、手合わせようみたいな、この数字を見れただけで幸せだよみたいなよく言ってるんですけど、意味が全然分からなかったです。昨日たまたま教えてもらったんで、ここで発表したいと思います。お釈迦様が悟りを開いた日で合ってますかね。あれ寝ちゃってんのか、ゆきちゃん、看護師、悟りを開いた日いいですよね。そうです、そうですね、はい、合ってました。釈迦、お釈迦様、お釈迦、一応仏教の祖の方ですね、ブッダ、うん、35歳8ヶ月の時に悟りを開いたと。358っていう縁起がいい数字だそうで、車のナンバーたまにやっぱありますよ、777とか333とか358、うん、結構僕見かけてます。近くにも358の方いらっしゃいますので、はい、以上で終わっていきたいと思います。本当に今日聞いてくれた方、最初から最後まで本当に聞いてくれて本当にありがとうございます。本当に聞き始めと終わった後、人生少しこういう風にしてみようかなみたいな、ゆっくりでいいと思います。自分は社会の一員なんだよって、自分は社会の役に立ってるんだよって、そういう風に思って生きていくことが大事。自分に価値がないよなんて自分で自分のこと決めちゃいけない。自分に価値はあるよって、悪口言われても何言われても関係ない。本当に自分の価値は自分で決めてるから、僕ね、自分で世界で一番かっこいいの僕だって決めてるから、他の人に何て言われても関係ないから、僕が決めていいの、僕世界一ですよ、かっこいいの、それ自分で決めてればそれでいいわけ。皆さんもなんかこう心に少しでも灯火がついてくれたなら嬉しいです。どん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 心に燃え広がっていってほしいです。それでは終わりまーす。イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございました。ピカ先生なんか一言いただけたら。あ、僕ですか。はい、358っていうのはちょっとあすごいなんか見慣れない番号だなってちょっと思ったんですよね。てっきり334かと思いました。あ、334なんす。334はただ単にネタです。何すか、ネタ。ネタです。ネタ、多分これ多分僕334って言った瞬間にコメントで、なんでや阪神関係あれへんやろってコメントする人いるかもしれないけど、まあね、ネタですから単に、はい、阪神ファンの人にとってはちょっと嫌な気分になるかもしれないですけれども、はいはい、まあ、でもそれはまあでも一つ、まあ、まあネットでこう盛り上がった一つのネタだから、僕は全然いいかなとは思ってますけど、まあ一応話をすると、はい、2005年に阪神が優勝した時に、はい、2005年でよかったっけなで、千葉ロッテとの日本シリーズを戦った時に、うん、まあ、ロッテに4立てされて、合計の得点がロッテが33、阪神が4点しか取れなかった。ほぼ取れないっていう、ほぼボロ負けという。うわ、まあ、僕も高校時代見てましたんで、うわ阪神めっちゃやばいっていうか、うわーって言いながら、まあ、父親と現代してたんですけど、あ、まあ、でも今となったらすごいいい思い出だなと思ってはいるんですけどね。うんうんうん、それに近い番号だなって思ったんですけど、まあちょっとそれに近い番号で、なんか、あ、358っていう番号あるんだと思いながらちょっと見てました。うんうんうん、で、まあ、はい、僕自身も、まあ、その、やっぱり意識してはいるんですけど、なかなかまあ、俺は病気だとか言ったら、絶対病気になるのはもう当然で、はい、まあ僕も昔は、
まあ、ちっちゃい頃から、まあ、発達障害で悩んでた時に、うん、まあ、これ絶対うつ病っていうのが盛り上がった時に、盛り上がってっていうか浸透してきた時に、いやこれ僕絶対にこれ社会人になったらうつ病になるんじゃねえのかなと思ってたんですけど、うん、まあ2年目でやっぱりうつ病になっちゃって、はい、でずっとずる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 行って、まあ2019年にもう、まあ、それが一気に決壊してしまったっていう、うん、決壊してしまった結果になって、うん、まあ、まあ今治療、まあ、療養でもうすごい、あの今は大奮闘中なんですけども、うん、でも今はまあまあ、あの山田先生の講演だとか日本人会のセミナーを聞いて、まあ、少しずつ自分がプラスになってきたんで、まあ、だんだん良くはなってきたんですけど、ただコロナがコロナの影響でまだちょっとすごい気持ちが若干落ち込んでたっていうのは実際はあります。実際ありました、ありました、ありましたけれども、まだちょっとそこからもう少し上にこうまたのうなぎ登りになればいいなっていうのをちょっと、まあ、うなぎ登りじゃなくてもうなぎ登りになってると自分で意識しながら、まあ、やっていこうという、そういうことを考えています。はい、そんなところですね。まあとりあえずなんか山田先生の講演と、まあ、なんかすごいピカの今日の講演かなりリンクすると思います。と質問がちょっとリスナーさんから質問あるんで、あ、嬉しい。ピックアップします。アレックス・デラジーさんから、一概に親がレールを敷いてあげるだけだと本人が苦しむ場合もあるんですかね。ああ、そうです。 お父さんと自分が全く同じ性格、同じ考えだったらいいと思います。ああ、だから子供、そのお子さん、両親が、はいはい、まあ、全部リンクして同じような考え方だったら、はいはい、レールを敷けば、うん、まあ、子供もそれに乗っかっていけばいいっていうことですよね。うんうんうん、例えば、まあ、もう極端なことの話ですけども、うんうんうん、両親がプロ野球選手になり、プロ野球選手になれ、子供もプロ野球選手になりたいんだったら、うんうん、よし、じゃあその道作ってあげよう。そうそうそう。イチロー選手みたいな感じですよね、要は。うんうん、イチロー選手の父親が、まあ、すごいガチだったんで、うんうんうん、で、まあ、その結果、あのイチローさんすごい、あのもう引退しちゃってますけれども、すごいビッグな選手だったじゃないですか。うんうん、あのオリックスでも戦って、そうですね、メジャーに行って、あのまあもうレジェンドになったわけで、はいはい、すごい多分あの なんだろう、そのプロ野球選手だとかそのスポーツ選手もそうですし、こう人生で成功してる人っていうのは全部両親もその子供である自分もそうだし、うん、でそれの、まあ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 、両親から見たら孫になっちゃうんですけど、その本人の子供も全部リンクしていたら全部が全部うまくいくんじゃないかなと思うんですよね。あ、同感です。同感、同感。だからそうなんか思いながら、まあ、うん、ちょっとこの質問を、まあ、僕はちょっと見て、ちょっとこれは山田先生にちょっと振ってみようと思って、うん、ありがとうございます。ちょっと投げかけてみました、代理で。同感、本当に同感。だって親がもうプロ野球選手だったから、だって子供ってプロ野球選手から野球を教わってるから、だってプロに教わってんだよ。本当はこれ他じゃ NG なんだよね。確かプロの選手が、あんま教えちゃいけないんだよね。確か草野球のプロ野球。あ、そうなんですか。確か、うん。え、知らなかった。なんかそんなルール、あれ大丈夫かな。多分そうだと思うよ。親でも、親はだって子供だから教えてもいいんじゃない。親が子供に教えるのがいいんじゃない、うん、チームに行って教えるのがダメなんじゃないかな。あー、それはダメかもしれないですね。うん、そう。あー、はいはい。うん、で、あと、でも僕は思ってたけど、別の人格だからね、親とはね。うん、だから僕は僕の生き方がしたいですよって、だから、親はね、子供にね、なんかね、あんまり教えない方がいいんだよね。うん、親は子供から学ぶスタイルで行って、子供がやっていることをただ応援すればいいんだよ。信頼して応援すればいいの。だって大人と子供、想像力どっちが高いの？子供でしょ。大人って社会に縛られて、法律とかに縛られて、好き勝手なことできないじゃん。好き勝手なこと言えないじゃん。だから僕はこういうふうに思ってるよ。子供が子供の自由にしていただく。で、命の危険性がない限りはもう本当
ね、どんなんでもやってって僕はそのスタイルで、子育てやってます。どっちでもいいですよ。どっちでもいいと思います。うん、そのやプロ野球選手が分かる、政治家でもいいね。自分も政治家になり、お父さんみたいな政治家になりたいってなったら、もうすでに政治家になってる人を目指してくっついていくっていうことはいいと思う。そうよ、うん。こんな感じで大丈夫ですか？非常に分かりやすいですね。ああ嬉しい。ちょっとコメントが返ってきていないので、ちょっとまあ、うん、OK かどうかまた後々返ってくるかと思います。うん、あ、返ってきたら、はいはい。あとは、ですね、うん、あの、アレックスさんが、はい、358知ってましたよ。あ、すげえじゃん。アレックスさんすげえじゃん。すげえなって思いながら。あ、マジ超すごい。なんで知ってるんだろうって。小林正観さん、小林正観さんっていう方が。なんか顔ね、超なんかいかちいんだけどね、なんか神様みたいな人がいるんだよね。はい、ああ、カモ先生みたいな感じ。あ、そう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 。いかつい系と思う。いかつい系、すごい。すごい自己肯定力高くて優しいみたいな。うん、うん、うんうん。そうそうそう、そういう方いました。あと特になければ、僕はこれで。今のところは質問は多分、まあない。今のところコメント返ってきてないんで、はい、あ、まあ、あの、また、あの、個別に。飲み会でもしコメントがあったら、山田先生に全部投げちゃおうかなと思います。嬉しい嬉しい。あ、ラクスさんが、願望が入っちゃうと本人の意思が通りづらいですね。子供でなかなか意思を自死が自立している子が少ないから教育っていうのは大事ですねというコメントです。あ、おっしゃる通りですね。ああしなさいこうしなさいって親とか学校の先生に言われると自立できないんですよ。考える必要ないですよね。ああしなさい、こうしなさい、親や学校の先生に言われる。考えないよ、自分は。言われた通りにやる。言われた通りにやる。これロボットかな、ロボット。だけど、僕たち人間だから、だんだん心が壊れちゃうよ。そのロボットっていう言葉、今日の朝僕、収録でガンガン使いました。あ、本当？詳しくは、まあ、サブチャンネル見てください。サブチャンネル僕めっちゃそれ言いました。あ、本当？はい、忖度を捨てろっていう、本当そうやね、内容に対して、うん、何だったっけな、一つ目の言葉かな、うん、自分の考えが言えずにロボット化してしまうっていうのを一つ目挙げて、うね、もうまさに山田先生のおっしゃる通りだなという、うん、思います。本当、人間って想像力が、神様作っちゃってんだから、人間がみんなにも持ってるよっていうこと、神様作れちゃう頭の中に。だから宗教とかってあるでしょ、人間が作ってんすよ。ね、僕たちもそういうの作れんすよ。そういうこのぐらいすごい想像力あるのにもかかわらず、押し付け、人格攻撃、否定、批判、押し付けによって心がぶっ壊れちゃうし、そういうふうに生きていけないんだから、自分自身の気持ちも大切にして、私は私、親は、あ、親っていうか、まあ、お父さんはそういうふうに思ってるんですね。僕はこう思ってるよ。お母さんはそう思ってるんだね。僕はこう思ってるよ。で、ちゃんと距離を置いて生きていくことは大事。だけど、一つの家に住んでるから、例えば行動的ルールは大事だよね。例えば、門限があったら門限守るみたいな。トイレは開けたら閉めるみたいな。風呂の入る時間はみんなで相談して決める。こういうルールがあってもいいよ。こういうルールがあってもいいよ。だけど、考え方のルールは、作っちゃいけない。本当にそうよ。自由。本当に自由。これだけはね、本当教育業というか子供たちの未来のためにこれだけは伝えたいです。本当に自由。考えることは自由。行動についてはある程度ね、制限はあってもいいと思います。はい、こんな感じです。じゃあ、そろそろ時間が来てまいりましたので、はい、山田先生の講演は、しばらく終了で、したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。せーの、いいね、決まりましたね。本当ありがとうございました。じゃあ5分間休憩した後に、はい、16時10分からピカの公演に移りたいと思います。バ、はい、ンダーバカーさん、こんにちは、いらっしゃいませ。いっぱいコメントいっぱいっていうか、うっそ、ピカ先生、集客の力半端ないね。日本の社会全体が社会